小池清彦2月22日隊は、日本の政治家、防衛官僚、新潟県鴨市長、防衛研究所長などを歴任した、新潟県鴨市生まれ、鴨市立鴨中学校、新潟県立三条高等学校、東京大学法学部、第二類卒業、1960年、防衛庁に入庁、英国王立国防大学に留学し、 帰国後は防衛庁防衛局計画官防衛庁長官官房防衛審議官、防衛研究所長を歴任した。1990年に防衛庁、教育訓練局長に就任。1992年6月に防衛庁を退官。同年7月、防衛大学工学術、教育振興会理事長に就任。1995年4月、 カモ市長選挙に無所属で立候補し、初当選。以後6期連続当選。2003年に勃発したイラク戦争に関しては、元防衛官僚ながら、小泉純一郎首相によるイラクへの自衛隊派遣に反対する要望書を政府に提出した。2009年、日本郵政社外取締役に就任。2019年4月21日投開票の、 市長選では7選を目指したが、自民党下も支部の女性局長で、全市議の藤田明美に敗れ落選した。投票率は69.58%。2021年4月の春の叙勲で、朝日中受賞受賞。ありがとうございます。